こんにちは、MVです。ユニクロ U 9月20日に発売になりました。メルマガの方で全型レビューを即日配信しておりますけれども、ここではですね、おすすめのアイテム3点だけ紹介しようと思います。まずはブロックテックのオーバーサイズのステンカラーコートですね。ユニクロの定番品ですけれども、ユニクロ U シリーズになってからかなりサイズが大きくなり、丈が長くなり、素材がウール混になってより高級感が増しています。ブロックテックのステンカラーコートは透湿防水性が、特徴ですね。本来アウトドアだったりとか登山用ウェアの機能なんですけど、透湿防水っていうのは要するに外から来る水だったりとか雪は弾いてくれて、中の汗とかの湿気を出してくれるっていう機能です。まあ、電車の中とか入るとよくありますね。屋外だと寒いんだけど、屋内に入るとすごく暑くて汗だくになっちゃう。でも電車の中で脱ぐにはスペースが足りない。そんな都市生活者にちょうどいいのがブロックテック。外から水は弾いてくれて、寒さはしのいでくれるんだけど、中に入って暑くなっても汗が出てきてじんわりすることがない。湿気を逃がしてくれるんで快適になります。値段はちょっと高いんですけれども、まあ物としてはすごくいいと思います。普通のブランドが透湿防水のこういうオリジナルで開発した素材のコートを作ろうと思ったら、まあ3万4万普通にすると思うので、まあユニクロ U ならではですね。そしてメルマガでも、隠し玉として紹介してますけれども、もうすでにサイズがなくなり始めてるので、この動画見たらぜひチェックしてみてください。レディースですね。メンズとレディース、今回ダウンジャケット展開してるんですけど、どちらかというとレディースの方がおすすめです。メンズの方はですね、だいぶ丈が長くてちょっとストリートっぽいんですね。なんで30代以上の人が特に着ちゃうとですね、若干やぼったさが出てくると思います。着こなしでなんとでもなるっちゃなんとでもなるんですけど、綺麗に簡単に様にしたいんだったらレディースの方を選んでみてください。レディースっていうとちょっときついのかな、ちっちゃいのかなって思うかもしれないですけれども、実はかなり今回ボリューミーに作ってあって、着丈だけ短いっていうバランスになってます。これ L サイズなんですけど、 175cm65kg の僕が着てもそんなにちっちゃくは感じません。でもダボダボにはならないバランスなんですね。着丈がかなり短いんで、オーバーサイズのダボダボ感ってのが出にくくなっています。まあバレンシアガだったりとかベトモンだったりとか、ハイブランドとかでよく見られるシルエットですね。非常にバランスが良くて今っぽいので、ぜひ一回袖通して試してみてください。あのユニクロの通販は、通販で買って返品って全然できるんで、サイズなくなりそうで怖いなと思ったら今のうちに通販ポチっておいて、届いてみて着てみたらやっぱりダメだったら返してあげると、そのぐらいでもいいと思います。そしてもう一つは、デニムですね。ユニクロは頑なにストレートシルエットと言ってますけれども、これももからウエストあたりがかなりタイトに作られていて、反面裾はですね、まっすぐ、広めに落としてあるので、履いてみるとどちらかというとフレアになります。かなり新鮮だと思います。フレアのシルエットってトレンドが実は向いてきてはいるんですけれども、まだまだ一般層の中ではフレアって昔のパンツでしょ、昔のシルエットでしょという感覚が強いと思います。テーパードがやはり強くて、ワイドもまだ浸透してない状況でフレアって言われてもちょっと抵抗感あるかもしれないですけど、ぜひですね、ソックスと合わせて、履いてみてください。この辺ちょっとメルマガにロジック書いてあるので、ぜひ読んでもらいたいんですけれども、意外とフレアが嫌いという人でも、フレアが嫌いという人でも意外と様になりやすいシルエットになってると思います。ぜひ試してみてください。コツとしては、あまりフレア感が見えないように、黒のデニムだったら同色の黒ソックスと合わせると非常に綺麗に見えるので試してみてください。さてこんな感じでユニクロ U の解説ですけれども、メルマガの中でしっかり語っております。気になる人はぜひメルマガ読んでみてください。また、動画もですね、今後こんな感じで定期的に配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。